ができるのか、はい、その中で簡単にバントさせるのか、これで大きくその攻撃のリズム変わってくると思うんですよ。もうすでに一三塁が出てきた。ファーストの浅井、そしてサードの福地、凄まじいダッシュを見せました。見応えがありますね、はい、これただのバントじゃないですからね、そして掛布さん、斎藤がマウンドにいる時のジャイアンツの内野陣の動きと通ずるものがあります。まさしく一緒ですね。巨人の目指す野球、広島の目指す野球、まさにぶつかり合い、それが9回に集約されています。バントの構えを見せる佐々木、一三塁出てきた。今度はヒッティングだ。ヒッティング出ました。ただね、まあ、これも野手が攻めてからそのヒッティングになって構わないんですけども、フォワストの浅井君がですね、非常に早い時期からこう前に出てくるんですね。そうなんですね。何かそのフォワストの